つけるじゃん。ピンクのワンパンつないだからさ、八千代市行くよ。これ見て、これ見えるかな、見えるほら、これピンクのワンパン少し低いの、後ろがほら訓録ね、トラマーク見える、トラマーク、あの上のしましま、あれが訓録版、こっち八六版だから、ほらトラマークない。待って、これ前から見た方が分かりやすいかな。ほら、この辺から見るとね、ほら、高さ全然違う。全然違うでしょ。ね。あ、それ自慢したいのがあってさ、見てこれ。ほら、ペットボトルの、これさ、ペットボトルピョンってこれ。スーちゃんに選んでもらった、なんか100均で買ってきてもらった。優しいね。運転してる時ほらキャップの開け閉め大変だからさ、これついてるとピョーンって簡単に開けられるから楽ちんだね。じゃあちょっとよいしょよいしょ、八千代市で高速片道出るからさ、高速乗ってっちゃうか。下でもね間に合いそうなんだけど、この時間ほらすげえ混むじゃん、あっちさ、だからさ間に合わなかったら嫌だから、高速乗っていこうか、使わせてもらうじゃないか。よいしょ。これはね結構、あ、いやねえな、これクラッチ重いやば、2号返却だからさ、返却間に合うかな。とりあえず行ってくるよ。疲れちゃう。ここはいつも混むよね、本当に。じゃあ、あの瀬名原国道296行くからな、八千代市。中学生から来た、高校生から来た、曲がってた。あ、この人入るの、行くの、ちょっと やばいよ、大きいのいっぱい来るじゃん、この時間。やだ。あー、下のほら天敵チャリいるよ、チャリ。あー、でもチャリほど走ってる。あ、出てきた。
後ろに目があるんだ。ね、気を使わせてすみませんね。譲り合いだからね、譲り合い。本当狭いよね。ここだけだからね。踏切越えるぐらいまで我慢すれば広くなるからね。狭くてやだね。半ぐらい着きそうだね。で帰り高速使わせてもらおうね。帰り使った、うん、プラス分かんない。やっぱあれだね、 GoPro ちゃん長く撮らなきゃ大丈夫だね。よいしょ。あの人待っててくれてるな。行っちゃおうか。ここまで来ればね、1時間ぐらいで作ったらさ、1時間かかんないか。行っちゃうよ。よいしょ。あ、踏切になった、ほら。踏み切り詰まったから、油もったいないからアイドリングストップするから終わりね。なんかボリアンさんが、あのあっちの関西の開墾 YouTuber のね、ボリアンさん、なんかバッテリーがさ1年ぐらいで上がるって言っててさ、確かにほら開墾ってヤード出入りするときにほらエンジン切れって言うとこ多いからさね、切ったりつけたりするからバッテリー早く上がるのかなって言ってさ。でもなんかよく考えたら、俺ここでほらもう来月で丸2年になるのね、トラックで。最初ほら俺2回ぐらい連チャンでバッテリー上げちゃったけどさ2回ぐらい上げちゃったけど、それから調子いいね。だから俺2年、もうすぐ2年持つことになる。電圧もね、うん、問題ない。あ、ススが溜まってる。
電圧問題ないし、かかりも問題ないし。俺ほら、冷蔵庫がね、電気食うからさ、長く止めるときはもう完全にオフにするようにした。あの、アクセサリーにしてるとほら、電気流れて、冷蔵庫でバッテリー食うじゃん。あれが良くないかなと思って。気になるなよ。なったらパーへしょって出るからね。よし、ほら、ほら、大きいの来ない。こう、気持ち悪い。グネグネする。ひっくり返っちゃうよ、ここ。ここを大型車に抜けちゃえば、もう一安心だからね。GoPro ちゃんいたわって、そろそろ切ろうかしらね。よし、ほら、広くなった。お、このチャリンコの人はさっき乗ったんだろうね。この道はチャリンコの方が早いんだろうね。ほら、もうここまで来ればもう安心だよ。あとは帰りはね、ほら16号ピューンって行って千葉北から乗るから狭くないね。ガサガサガサ。ストップでソフトクリーム食べるんだから邪魔しないでくださるかと。ミニストップでソフトクリームとチビタコ食べるんだから邪魔しないでくださるかしら。さっきそういえば外髪でカラバン取りに行ったら、開墾のお姉さんに声かけられて、見てるよーって握手してきたよ。ね、お姉さんコメントしてね。ヘッドがピンク色だったね。なんていうのあれ、パステルピンクっていうのかな、なんか淡い、なんか薄いピンクっていうのかな、ね、ピンクのヘッドだったよ。羨ましいね。俺のトラックと交換してもらおうか、ね、納豆ゴート。あ、やばい、ほら、まあ、ハゲ頭反射して目が腫れるから悪い。あ、ダメ。今のとこカットね。ダメだよ、そうやってね、人の容姿のこと言ったらダメなんだからね。よし、出ろ、出ろ、出てこい。オッケー、よくやった。よし、あ、もう一台いた。ほら、チャリンコ名物、斜め横断ね。ワイルドだね。
ほらマック近づいてきたから、俺マックでテリタマ食べなきゃいけないんだから、忙しいんだからね、ほっといてくださるかしら、ね、じゃあ疲れたから終わり違うか ボリアンさんもあれだね、お客さんと一緒でほらスクラップが多いからさ、やっぱとんでもない現場多いよね俺今もうほらスクラップ行ってないからさ、ね、スクラップはスクラップのなんかの独特のねコンテナ重たいしさ、中身がちゃくちゃ散らかってるしさ、現場の人日本語通じないしさね、スクラップ楽しいんだけどさ、トラック汚れちゃうんだよねスクラップね。スクラップは行かないけど紙屋さんは行くけど、紙屋さんも狭いよね、紙屋さん狭い。だからなっちゃん仙台帰ったら俺断髪式いつすればいいんだ俺ね。仙台帰った時に断髪式しなきゃいけないからね、終わり、お疲れちゃん長くなったからもう本当に終わり、お疲れちゃん。明日だから、明日やっぱりなんかほら天気怪しいじゃん、明日やっぱり雨っぽいからさ、みなとみらいやめて、とりあえず午前中ね俺の引っ越しやって、午後からね3人どっか行こうね。じゃあとりあえずね、時間全然ほら全然間に合いそうだからね、安心だね。じゃあ明日祝日だけどね、今週もご安全に、お疲れちゃん。